ただいまから市長定例記者会見を行います。市長お願いします。はい、それでは今日はこちらの方から5件申し上げます。はじめに埼玉市と危機発生時における総合応援に関する協定、これを締結するということについてです。川崎市、横浜市に続いて埼玉市と危機発生時における総合応援協定、これを3月25日に締結することになりました。以前から埼玉市とは人的交流あるいは物流災害時等についていろいろと意見交換をしてまいりました。この度応援協定という具体的な形を取ることに合意いたしました。埼玉市と同時に被災するという可能性が非常に低いということでありますし、また埼玉大宮周辺が副都市になっているということで非常に地形的に岩盤が固いいい地形にあるんじゃないかというふうに思っています。我々防災救援士と標榜しているわけですけれども、もし首都直下型というような時におそらく埼玉大宮周辺が非常に壊滅的な大撃を受けるということは少ないのではないかというふうに私は想定しております。そうしますと埼玉が前線基地になり、新潟が埼玉にはない空港港を持っているということで、この2つが組むことで相当大きな力を発揮できるんじゃないかというようなことを埼玉県知事とも常日頃意見交換をしております。そういう問題意識の中で今回は埼玉市と協定の締結ということに至りました。埼玉と本市鉄道道路などの交通の利便性確保されていると、応援体制を確立していくパートナーとしては最適な都市であるというふうに思っています。これは新潟市の安心安全度を上げることにもつながるということで大変心強く思っております。協定の主な内容、配布資料の通りでありますが、これまでの川崎横浜と同じ部分もございますけれども、今回の協定の特徴的な内容としては被災した行政機能の補完ということで、相手方の市役所の臨時窓口の開設やホームページなどによりまして情報発信をするほか、応援等の中継基地としての受け入れを行うということが特徴です。締結式は3月25日埼玉市役所で行うということで、報道をぜひいただきたいと思っております。2つ目の案件、新潟デスティネーションキャンペーンの開催ということであります。ご承知のとおり4月から6月の3ヶ月間新潟を舞台に JR グループと地元自治体、観光事業者などが連携して新潟を全国にアピールする大型観光キャンペーン、新潟ディスティネーションキャンペーンが始まるということであります。この期間、全国から新潟への地目を集める絶好の機会となるということで、本市が誇る食、花、酒のほか漫画アニメ、水の象徴ともいえる里方、そして音楽、踊り、昨年も多くの皆様にお楽しみいただいたプロジェクションマッピングなど光の演出も楽しんでいただこうと、明日からは新潟酒の陣が始まりますけれども、市内で開催されるさまざまなイベント受け入れ企画を通して本市の魅力を最大限にアピールするとともに、おもてなし受け入れ体制の充実を図って観光誘客の拡大定着化を図り、交流人口の増加につなげていきたいというふうに考えております。地域団体事業者の皆様から一緒にデスティネーションキャンペーンを盛り上げようといただこうということで応募いただきました。にぎわい創出、おもてなし体制整備、旅行商品の造成などの新潟デシ関連イベント等事業22事業とも連携を図って官民一体となって新潟のアピールに取り組んでまいりたいということであります。そしてこちらのポスターであります新潟の食、それから東京から2時間で行けるということがまだまだご存じない方もいらっしゃるということで、ちょっとユニークなポスター制作いたしました。新幹線のような、こちらはヤリイカですかね、黒崎茶豆、これが東京から2時間でお楽しみいただけるんだというようなことを、今もう地域をアピールする観光キャンペーンあふれておりますので、ちょっと変わった形で新潟をアピールしていきたいというふうに思っています。
そして3番目の案件、型キャンペーン、水のカタログを開催するということであります。先ほどお話しさせていただいた、新潟 DC の機械、この機械に型の素晴らしさをより多くの方に知っていただこうと、型キャンペーン水のカタログを、こちらは4月19日土曜日から6月15日日曜日まで開催するということであります。メイン会場は豊永型南部の展示園ということであります。ここでは型の紹介展示、型とともに暮らした先人たちの食文化を掘り下げる、現代的に再創造した食を楽しんでいただくと、これは型食カフェということでオープンをいたします。ユネスコ無形文化遺産にも指定され注目されている和食のカフェということであります。こちらの方では和食界で注目されている秋山義久さん、あるいはパティシエの辻口博信さん、お二人が開発した型食カフェでしか味わえないお食事を楽しんでいただくと、新潟の郷土料理、型は食材の宝庫でもあったということであります。ここに注目していただければと思っています。5月10日土曜日でありますが、食育花育センターにおいて秋山さんが食のワークショップをやっていただくということになっています。期間中同日祝日の豊の方、大きな生け花を特設ステージ、水辺の見晴らし台で、展示をすると、またその特設ステージで、新潟踊りアット型と題しまして、新潟の踊りをテーマにしたステージイベントを開催すると、こちらの方には新潟総踊りあるいはノイズム2の皆さん、忍ぶ演奏家の加納康和さん、バンダイダコ、古町芸妓、高校生の素晴らしいダンスなどの公演を予定しています。型における地域文化や自然体験の一環に触れていただこうということで、型船も運航いたします。先ほど申し上げた水辺の見晴らし台とメイン会場をつなぐ片道30分のコースと、船に乗っていただくと型の風景、まるっきり変わって見えるということをぜひ体感いただきたいと思います。そして同じく同日祝日でありますが、水のカタログ号バスツアー、これを計6つのコースで21回運行するということであります。代表的な4つの型の見どころ、旬の見どころですね、酒蔵、赤塚の中原亭などの観光地を合わせて巡るツアーにしているということであります。春の型、花、文化を体感していただければというふうに考えております。こちらの方は3月30日日曜日ですが、新潟交通クレヨンバンダイにてツアーの予約を開始するということにしております。またその他にも子どもワークショップ、地域の皆様による型のおもてなし、市民団体による市民プロジェクトなど、たくさんのイベント、目白押しでありますので、詳しくは配布のチラシをご覧いただきたいと思います。4つ目の案件です。東京生薬協会と薬用植物国内栽培の促進に関する連携協定、これを締結することにいたしました。漢方製剤、生薬の原料となる薬用植物は現在ほとんど中国からの輸入に依存しているという状況です。今後の情勢変化を見ますと、国内で供給していく体制の確立が求められているということであります。薬用植物栽培は耕作放棄地や葉タバコの廃作対策としても有効と、また園芸産地の新たな取り組みとしても期待できるということで、本市では一つとして高い市場ニーズ、市場競争力などを有する薬用植物の生産、製薬メーカーへの供給、2点目として需要のある薬用植物の高品質種苗の生産や産地への供給、種苗種ですね、に取り組みたいということで、製薬会社などで組織されていらっしゃる公益社団法人東京生薬協会に提案をしてまいりました。その結果、東京生薬協会と薬用植物国内栽培の促進に関する連携協定、これを締結することになりまして、3月28日に協定締結式を行うということになりました。合わせまして薬用植物栽培試験のため、植物工場を南区の農業活性化研究センターに設置するということも決まりました。運用実証実験を行うということで、同装置稼働の式典も予定しております。
新年度4月から農業活性化研究センターの補助も活用しながら同協会の指導のもと栽培試験を開始する予定ということであります。将来的には薬用植物の産地化を目指していくと、地元農業者と協力しながら進めてまいりたいということであります。配布資料に記載してありますが、当日は午後3時から農業活性化研究センターにおいて植物工場の稼働式、午後5時半からホテルイタリア県において協定の締結式を行うということであります。植物工場の概要あるいは協定内容などにつきまして3月28日の各式典においてもご説明させていただきます。最後の案件です。NEXT21 公開空地利活用社会実験後の公共的空間の利活用推進についてということであります。街中の魅力とにぎわいの創出を目的に実施いたしました NEXT21 アトリウムの社会実験成果を踏まえて新年度から営利目的を含むイベントに関する規制を本格的に緩和するということであります。社会実験では43件のイベントによって期間中13万人以上のご来客いただいたということでありました。子ども向けクラフト作家や農家学生の方などこれまで街中にあまり関わりの少なかった多くの市民の皆様からご参加をいただきました。この度の規制緩和は街中の活性化に寄与するイベント、これを地域まちづくり活動という分かりやすい基準で分類し多様な団体の利活用を促進するということであります。全国的にも先進的な取り組みというふうに考えています。加えましてこの成果を各区の街中にも波及させようということで取り組みを順次拡大してまいります。すでに東区役所エントランスホールや西区役所駐車場での朝市など先行事例もございますが各区の中で活用できる場所を検討し施行を広げていくということであります。2019年には開港150周年も控えているということで港町と田園を合わせ持つ本市の魅力各地域がそれぞれ多様性を持っているということでありますが地域全体での交流が深まって一体感が高まることを期待しているということであります。さまざまな観点からご提案をいただいて街中を活気づけていきたいというふうに思っております。私からは以上です。